最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのは MI ブラウン。しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m MI ブラウン先頭だ。残り 100m MI ブラウン先頭。ミスターグリーディー追いすがります。 MI ブラウンもう一伸び。 MI ブラウン MI ブラウン1着、2着にはどうやらミスターグリーディー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。 MI ブラウンまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ゴーフォージン前に行きそうです。アルファベットスープそれに続いています。さらにはボーンウルフ11番、シガーその後ろ、シャドーロンリー、どうやら後方からの競馬では。前の方から見てみましょう。ゴーフォージン先手を取りました。内からはタバスコキャット、青の帽子、アルファベットスープその後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはタバスコキャット、これに続いてゴーフォージン、青の帽子、アルファベットスープその後ろ。その外からシガー、内からはオリエンタルセカンド、合計2勢、いい位置です。その隣にボーンウルフ、その横にアンダーワンダー、これに続くのがグリーディーロバリー、その隣にダブルワンダー、すぐ後ろにクルージュニアス、赤の帽子、シックスデュー、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてタバスコキャット、ゴーフォージン、ほとんど差がありません。アルファベットスープ3番手、合計2勢、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はタバスコキャット、その隣からはゴーフォージン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タバスコキャット先頭、差はほとんどない。2番手はタバスコキャット、タバスコキャット、さあ手応えはどうか。シガー抜けた、タバスコキャット追いすがります。シガー先頭だ、シガーゴールイン、シガー1着、2着にはどうやらタバスコキャット、勝ったのはシガー、見事な勝利です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。ウィンドチョイス前に行きそうです。ヴィンテージクロップそれに続いています。さらには富士奇跡12番、アイスバーストその後ろ。では前の方から、先手を取ったのはメジャーレーヌ、その外にヴィンテージクロップ、その外からシルキーフォース、内からはジュピターウィンド、その外からウィンドチョイス。では前の方から富士奇跡先手を取りました。これに続くのがヴィンテージクロップ、その外からシルキーフォース、その後ろにジュピターウィンド、白の帽子、メジャーレーヌ、その後ろ。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのは富士奇跡ヴィンテージクロップ、それに続きます。並んで15番、シルキーフォース、メジャーレーヌ、この馬もこのグループ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方から、先手を取ったのは富士奇跡、すぐ後ろにヴィンテージクロップ、さらにはシルキーフォース、前は富士奇跡ヴィンテージクロップ、ほとんど差がありません。シルキーフォース3番手。さあ富士奇跡このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。
残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。藤木関先頭、差はほとんどない。あと 200m、 藤木関先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヴィンテージクロップ追いすがります。藤木関もう一伸び、先頭は藤木関、一着でゴール。藤木関一着、2着にはどうやらヴィンテージクロップ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。藤木関、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リッチバレー、これはいいスタートを切りました。ステイサンダース、この馬も好スタートを切りました。ピッコロ前に行きそうです。ステイサンダース、それに続いています。さらにはリッチバレー、15番アルハース、その後ろ。それでは先頭から、先手を取ったのはピッコロ、前はピッコロ、2番手はステイサンダース。フラワーパーク、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はピッコロ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はレイクコニストン、あと 200m、 先頭はレイクコニストン、残り 100m、 レイクコニストン先頭。フラワーパーク迫る、一気にフラワーパーク、レイクコニストン、レイクコニストン1着、2着にはどうやらフラワーパーク、勝ったのはレイクコニストン、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭はビワハイジ、ビワハイジ先頭、2番手はマックスロゼ、ビワハイジ粘る。マックスロゼ、ビワハイジ追いすがります。マックスロゼ1着、マックスロゼ1着、2着にはどうやらデイブラフ、見事に勝ちました。マックスロゼ、ビワハイジ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。先頭はアブクマポーロ、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 100m、 アブクマポーロ先頭、陣雷迫る、内から一気にオリーブオレンジ、陣雷大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。
さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立った石野サンデー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わった石野サンデー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はエトワールコマンド、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。2番手はエリモウェザー、石野サンデー1着、石野サンデー完勝、石野サンデー1着、2着はエリモウェザー、これは桁外れの強さだ。石野サンデー。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立ったエイシンワシントン、残り 100m、 フワチイメージ、抜けたエイシンワシントン、追いすがります。フワチイメージ、フワチイメージ、1着、2着にはどうやらダンツダンサー、1番人気に応えました。フワチイメージ見事です。